サイゲテンの公式スペちゃんが面白すぎると話題に、に対するみんなの反応。これは公式グッズのスペちゃん。かわいい。ちゃんと前髪に茶色が残ってるの細かい。簡単に書いてそうで流星の下に茶髪が書いてあるの、そこかなり重要な要素なんだろうなって。そんなにコピーライト表記いるんだ。シャツにプリントしてもごまかせるな。これはこれで味があって好き。ぐにゃぐにゃそう大将。このくらい俺にも書けるぜ、って思うけど実際書いたら多分出せない愛嬌。こっちも好き。新聞連載の漫画にいそう。一見下手そうだが線に思い切りがあるので簡単に真似はできない。数日以内に例の背景とこの顔でスレが立つ。もうとっくの前に。最初なんだこれと思ったけど着てみるとなかなか味わい深い。なんですかこれ。こうしてみるとスペちゃんって元ネタ準拠とはいえ主人公キャラとしてはなかなか不思議な配色してる気がする。紫多いからな。どことなくピーナッツ感がある。オリンピックキャラクターのような味わいがある。上野でやってるサイゲームステンのグッズかね。今日サイゲ店行ってきたけどこれのシマムーのステッカーだけがすでに売り切れてて憎いよ。ああ簡単。ペコさんのと同じ人か。あらゆる絵柄にマッチするスペ。サイゲキャラ集まってる T シャツ買っちゃった。なんか惹かれた。ポストカードとステッカーとマステと T シャツ買っちゃったよ。アイドルマスターの半券もいるの。モバマスはサイゲ。モバマスと何か関係あるの。このグッズはサイゲ作品でまとめてるからじゃない？何のグッズかわからなくてすまない。なんでコピーライトに合いますかと思ったけどそうかデレか。というかアイドルマスター&バンナム半券じゃねえか。3日目の朝の段階でサイゲ店集合写真クリアファイルがもうなかったのがムカつく。マジか、1日目の夕方に買ったけどあれは確かに買っちゃうやつだわ。再来週友達と一緒に行くから楽しみ。サブカル系が着てる T シャツに書いてそう。オリビエなんだ。紙バハ枠オリビエでいいの。白っぽいトートバッグにプリントされててもおかしくない。サイゲ店は欲しいグッズ全然残ってなくてブチギレしました。素直に主人公カラーリングなのは帝王とおぐりだよね。前髪に茶色入れるとか細かいのになんで鉢巻きは書かれてないんだよ。この2種類はもっと色々なのに使って欲しいと思った。スペちゃんって記号化に向いてるよなって思う。総大将になれたのもそこら辺がでかいのかな。泥棒ひげに見えない？こんなにデフォルメされてるのにスペッとしてるな。可愛いキャラの眉毛つなげてるのに可愛く描けてるのすごいよな。めっちゃいいなこの T シャツ欲しいわ。どこで買えるん？サイゲ店のグッズはズロク以外ないけど過去のレアグッズがここで大量に売ってるらしい。サイゲ店の帰りに寄ってみては？あとここで2500円以上買うとおまけもらえるんだっけ。今月後半にサイゲ店行くつもりだけどその頃にはだいぶ在庫なくなってそう。以前何かのサイゲの催しの時に出れだけなかったりしたからバンナムにお伺いや協力打診は必要と思われる。サイゲ店のデレーショーも撮影禁止だから厳しい。上野の森か、よくサブカル系のやつやってるな。コミケのサイゲブースでモバマスのドラマ CD を売ってたこともあったなぁ。わはーって感じで可愛い。ドラ狩りもあるのか。サイゲニンテンドースペデリトルのあのつながりはあるけど合いますってなんだ。そもそもサイゲはスクエニとバンナムの愛の子だということは知っているな。サイゲ店のグッズは後日物販もあるよ。多分これまでやった中では一番オールスターに近いサイゲ集合へ。やっぱスペちゃんってナイスデザインだな。お、ナイスデザイン。本当に絵本でありそうなクオリティじゃん。スキー、私の辞書にあげるという言葉はありません。不良品やんけ。スペッとしている。こっちの方がスペっぽい。ところで今いけるよう調整中なんだけど、サイゲ店って馬しか知らなくても面白い？新しい癖を見つけるにはちょうどいい場所なんだ。そして自分の癖を見つめ直すのだ。サイゲ店が癖の博覧会みたいな言い草はやめるんだ。最初の手書きスペちゃん、2
任天堂とかアイマスもマルシー表記されてるのなんでだろって思ったけど、手書き風シリーズとして一緒になってるからなんか。着てみたらってなんぞと思ったら T シャツあってしば、ポップな感じでいいな。これは特別な弱点。集合エニサンパズ孔明いるやないか。グッズにあの英雄のポーズをしているスペちゃんが、彼はやはりあの世界では馬娘？ドラ狩りは忘れられてなかったんやね。目が鼻の穴に見えるよスペちゃん。スペシャルウィークというよりはスペシャルウィークっぽいんですが。あらリトルのあのノアがいるじゃん、と思って調べたらアクションゲームになって復活したのね。サイゲームステン、めちゃくちゃ面白かった。実馬の写真も一緒に展示されててグッときた。グッドルッキングホースたち、ごくり。この人参は私のです。何か文句ありますか？ちゃんとクリス S に返してあげてきてな。サンベルナール峠を越えるスペシャルウィーク。行きたいがチケット結構埋まってるなぁ。ブライアンが書いたんだろ。ブライアンだったら胸をもっと盛るので違うな。サイゲオリジナルのところにスケボーあるけどタイヤが回らなそう。し、あ、わ、せ。パワポケで1、2を争うやべえエンディングはちょっとお断りしたい。こうやって見てみると馬娘の 3D 表現でペコリーヌを見たくもある。お、でっか、ってなるのは確実だろう。そういやゾンビはあれからどうなったんだっけ？コラボでゾンビインしばらまいてもいいのよ。こうしてみるとブライアン画伯の絶妙さが改めてよくわかる。紫貴重の勝負服ってのがあまりないから入るね。こんなんでもちゃんとわかるもんなんだなと感心した。デザイナーってすごい。やっぱ何度見てもスペちゃん可愛いよな。王道アイドルデザイン。何度も見たいので参考資料ください。総大将スペのかっこよさも捨てがたい。ぶっちゃけジャージ姿が一番好き。安心できる可愛さ。伊達にアプリのアイコンやって変で。ノーマル勝負衣装が一番素敵。原案の日が好き。地味に一人目のキャラにしては髪型がだいぶ謎。スペちゃんはカズマ概念は定期的に履修すべき。実家の味噌汁。スペちゃんのこの部分がエッだとずっと言い続けたい。今日はスペちゃんで賢さ出していいの。け、スペちゃんスクショコレクションを貼ってもいいんですか。スペッとした顔概念、大事にしていきたい。ちょうど一周回ってスペちゃんが一番可愛いなと思ってたところなので助かる。一期主人公らしい癖のない可愛さだと思う。可愛らしさとアホっぽさの同居する顔好き。可愛いけど総大将でかっこよくもなれる、主人公適性の塊みたいな子だよね。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。